わしは頑固者でな、もし息子が不幸な事故に見舞われたり警官に頭を打ち抜かれたり刑務所の中で首を吊ったり道で雷に打たれたりしても誰かが企んだものと考える。それだけは許さん。しかし私は迷信深い。万一息子が事故に遭ったり警官に撃たれたりした場合は心穏やかではなくなる。独房で首を吊ったりしても同じこと。たとえ雷に撃たれて死んでもだ。私は諸君の一人の仕業と思う。決して許しはしない。